温かいご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。わかります。今度は道芸座です。ありがとうね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあしっかり体力だけ食べといてよ。それでは10分間、時間がちょっと短くはなってるんですけど、彼ができる技は全て用意させてもらいました。今日皆さんに見てもらう芸の数、なんと3つです。すいません、ちょっと数は少なめですが、まあ、その分のレベルを上げてきましたんで、じゃあ行きます。それではまずはオープニング、誰もが知ってるハードルジャンプ、わかりますね。立ったまま飛び越えるという、ただそれだけの芸です。そうそう、あまりにも簡単すぎて、この後は倒したらもう即終了となりますので、いや、ある意味緊張感を持って見ていただきたい。それではいきますよ、サスケくんのオープニング、ハードルジャンプ。終了です。はい、それでは続いて意外と受けたよ一応彼が唯一できるネタでございました。サスケちゃんと前見て、そう、じゃあ気を取り直してハードルジャンプ、足だけで、よっしゃ、OK です。素晴らしい。見ましたこれ、ね、今しか見れないこの可愛い拍手ですね。ありがとうございます、ね、拍手があるとちょっと偉そうなのも分かりますかね。これね、若干ドヤ顔決まってますからね。違います。2つのハードルをなんと一気にいっちゃいます。いいですね、そう、おーっていうリアクション。判定もよし、ありがとうございます。後ろからもすいませんね、ありがとうございます。いいリアクションいただいて、まだ全然余裕そうですから。はい、子供たちこれで踊れたらダメよ。今日3つまで持ってきてるから、もうこうなるとやっぱ相当盛り上がるからね。よし、誰か突っ込んでくださいおーいとか言ってくださいねね、すごかった今置いた瞬間全員みたいな。大丈夫ですね、ちゃんと見ててくださいよ。サスケちゃんと前向いて、違う違う前、そうそう、じゃあいきます。もう何気なく皆さんご覧になってますけど、一応彼本来は4本足で歩いてます。あのこれ一応芸やってる状態なんで、いきますよ。できたら褒めてください。本日のオープニングです。みんな頑張れ。いやー、やって、おで、ありがとうございます。デビューして3年、もう間違いなく一番彼が苦労して覚えた技です。ただね、あの正直この時間にこれだけのお客さんがまだ集まると思ってなかったんで、ごめんなさい、さすがにこの距離では皆さん全員分の願いは届けられないんで、あと1回だけ広げます。頼むよ。じゃあラストの距離、今できる一応限界で、じゃあ皆さんに楽しい思い出をありがとうございます、残していただきます。ありがとうございます。期待してください皆さん、多分その拍手を聞いて彼もきっとやる気を出して頑張ってくれるはずです。見てほら、ちょっと彼が本気でやろうとしてます。いいですね、さすがやサスケ。逆に絡まっちゃってるけど大丈夫いいんだけど、気合が空回りしてますからね、あなたね大丈夫大丈夫ね、こう肩結びになっちゃってるからね。はい、どうすんのこれ、頑張りましょう。お手頑張ります。逆立ち着地が条件です。いいですね、足がついたら失敗になります。まあ、厳しい判断はしていただきたいと思いますが、成功したら一番大きな拍手を全員で彼によろしくお願いします。そして大人の方、少し現実的なお願いかもしれませんが、今回ご覧いただいたこの伝統芸能猿回し、私たちがこれからも全国でこの活動を彼と続けていくためには、口決めさせてもらいます。それでは10分間お付き合いいただいた皆様、この一瞬で構いません、皆さんの願い、そして今大切にしている思い、今日はサスケくんに託してあげてください。その願い全員分彼が届けていきます。ありがとうございます。
それではいきます、ラストゲッツマラビエシャケです。頑張れ、上まで大きな拍手を褒めてあげてください。皆様の願いバッチリ届けさせていただきました。よく頑張った、よく頑張った、本当に皆様お時間ない中最後までの応援をあ